西宮市立西宮高等学校は、兵庫県西宮市のほぼ中央部の高座町にある、公立高等学校である。近隣に所在する、兵庫県立西宮高等学校と区別するため、地元では、市西とも呼ばれる。阪神甲子園球場で行われる、全国高等学校野球選手権大会、開会式の入場行進で、1、2年生の女子生徒が、 代表校のプラカードを持つことで有名である。阪神甲子園球場で行われる夏の高校野球大会では1949年31回大会から開会式で本校の女子生徒が代表校のプラカードを持つことが習わしとなっている。これは戦後高校野球が再開された際、学生改革で代表校に多数の新生、高校が出場してきたが、 まだ馴染みの薄い学校名を印象づけるため、プラカードに学校名を書いて、行列の先頭に立つこととし、その提案に関わった一人が、同校関係者であったのと、同校が阪神甲子園球場に近かったことと、歴史的に女学校であったためである。最初の年は、夏休みの直前であったが補欠を含め、約30人の3年生が集められ、歩き方の審査もあったという。 それ以降何年かは3年生が担当していたが、自分のプラカードの高校が勝ち進むと受験勉強に身が入らないということで、現在では2年生が担当している。大会前に学校の体育館でオーディションが行われ、選ばれた生徒だけが参加できる。ただし、出場校のプラカードを持っての更新以外にも、国旗、大会旗を持っての更新もあり、オーディションで選ばれても、 必ずしもプラカードを持てるわけではない。他に開会式でのコーラスなどでも同行の女子生徒が参加している。ありがとうございます。